ラブートシラクは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、県、オートイコールロワール県のコミューン。一般的には、ラブートと呼ばれている。アリエ川渓谷の中にあり、村は、ランジャックとブリュードの中間に位置する。村は二つの地区に分かれる。上記の二つの地区は、アーチが二つある橋によって隔てられている。村は、アリエ川対岸にあるサンシルグの村とは向かい合って位置。 タイの村のようである。ビルダリエと数キロメートル下流にあるサンティルピズを参考されたい。川を渡るのが容易でなく、無料でもなかった昔を思い起こしてほしい。コミューンには、北のブリウドと南のランジュワックをつなぐ、国道585号線が通る。コミューンの名は、おそらく川の湾曲から発生している。同じアリエ河岸の上流最初の村がで、その近くにあることから、 シラクの名がついている。クルニーのオディロンとして知られているオディロンとメルクールは村の中にクルニー界の共同体を作ることでラブートシラクの建築系画上の影響を永続的に与えることになった。彼はラブートシラクやサンシルブの土地を所有する重要なオーベルニュ貴族家門の出身であった。彼は994年にクルニー修道院の院長に選ばれ、 修道院最盛期の原動力となり、この修道会の力を増大させた。実家の支援を受けて、オディロンは、ラブートシラクの土地に、1025年9月14日、サントクロワ小修道院を創設した。ソースイコール1999年まで、LDH、イヘス、カジニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。